の家、鈴木三重吉。丘の上に百姓のお家がありました。家が貧乏で手伝いの人を雇うこともできないので、小さな男の子がお父さんと一緒に働いていました。男の子は毎日野へ出たり、穀物小屋の中で仕事をしたりして、一日中休みなく働きました。そして夕方になるとやっと1時間だけ勝手に遊ぶ時間をもらいました。その時には男の子はいつも決まってもう一つ後ろの丘の上へ出かけました。そこへ上がると、何十丁か向こうの丘の上に金の窓のついたお家が見えました。男の子は毎日そのきれいな窓を見に行きました。窓はいつもしばらくの間キラキラと眩しいほど光っています。そのうちに家の人が戸を閉めると見えて、急にひょいと光が消えます。そしてもうただのお家とちっとも変わらなくなってしまいます。男の子は日暮れだから金の窓も閉めるのだなと思って、自分もお家へ帰って牛乳とパンを食べて寝るのでした。ある日、お父さんは男の子を呼んで、お前は本当によく働いておくれだ。そのご褒美に今日は一日お暇をあげるから、どこへでも行っておいで。ただこのお休みは神様がくださったのだということを忘れてはいけないよ。うかうか暮らしてしまわないで、何かいいことを覚えてこなければと言いました。男の子は大層喜びました。では今日こそはあの金の窓の家へ行ってみようと思って、お母様からパンを一切れもらって、それをポケットに押し込んで出て行きました。男の子には楽しい遠足でした。裸足のまま歩いていくと、往来の白い埃の上に足の跡がつきました。後ろを振り返ってみると、自分のその足跡が長く続いています。足跡はどこまでも自分についてきてくれるように見えました。それから自分の影帽子も自分のする通りに一緒に踊り上がったり走ったりしてついてきました。男の子にはそれが愉快でたまりませんでした。そのうちにだんだんお腹が空いてきました。男の子は道端の生垣の前を流れている小さな川の縁に座ってパンを食べました。そして透き通ったきれいな水をすくって飲みました。それから食べ余した硬いパンの皮は小さく砕いて辺りへ振りまいておきました。そうしておけば小鳥が来て食べます。これはお母さんから教わったことでした。男の子は再びどんどん歩きました。そしてようやくのことで、高い真っ青ないつも見る丘の下へ着きました。男の子はその丘を登っていきますと、例のお家がありました。しかしそばへ来てみると、そのお家の窓はただのガラス窓で、金の像はどこにもはまっていませんでした。男の子はすっかり当てが外れたので、それこそ泣き出したいくらいにがっかりしました。とお家からおばさんが出てきました。そして何かご用ですかと優しく聞いてくれました。男の子は、私はうちの後ろの丘の上から見えるこのお家の金の窓を見に来たのです。でもそんな窓はなくって、ただガラスがはまっているだけですね、と言いました。おばさんは首を振って、私のうちは貧乏な百姓ですもの、
金などが窓についているはずはありません。金よりもガラスの方が明るくていいんですよ。こう言って笑いながら男の子を戸口の石段に腰をかけさせて、お乳を一杯とパンを一切れ持ってきてくれました。おばさんはそれから男の子とちょうど同い年ぐらいの女の子を呼び出しました。そして二人でお遊びなさいというようにうなずいて見せて、再びお家へ入って仕事をしました。その小さな女の子も自分と同じように裸足のままで黒っちゃけた木綿の上着を着ていました。しかしその髪の毛はちょうど男の子がいつも見ている光った窓のように綺麗な金色をしていました。それから目は真昼の空のように真っ青に澄んでいました。女の子はニコニコしながら男の子を誘ってお家の牛を見せてくれました。それは額に白い星のある黒い子牛でした。男の子は自分のお家の四つ足の白い栗の皮のような赤色の牛のことを話しました。女の子はそこいらになっているリンゴを一つもいで二人で食べました。二人はすっかり仲良しになりました。男の子は金の窓のことを女の子に話しました。女の子は、ええ、私も毎日見ていますわ。でもそれはあっちの方にあるんですよ。あなたはあべこべの方へ来たんですわと言いました。いらっしゃい、こっちへ来ると見えるのよと女の子はお家のそばの少し高いところへ男の子を連れて行きました。そして金の窓は見える時が決まっているのだと言いました。男の子は、ああ決まっている、お日様が入る時に見えるのだと答えました。二人は小高いところへ登りました。女の子は、ああ今ちょうど見えます、ほらご覧なさいと言って向こうの丘の方を指さしました。おお、あんなところにもあると男の子はびっくりして見入りました。しかしよく見るとそれは丘の上の自分の家でした。男の子はびっくりして、私はもうお家へ帰ると言い出しました。そしてもう1年も大事にポケットにしまっていた赤い筋が一筋入った白い綺麗な小石を女の子にやりました。それからトチの実を3つ、ビロードのようなツヤのある赤いのと、ポチポチのついたのと、牛乳のような白い色をしたのと、その3つをやりました。そしてまた今度来るからと言って大急ぎで走って帰りました。女の子は男の子が慌ててかけて帰るのをびっくりして見送っていました。キラキラした夕日の中にいつまでも立って見ていました。男の子は息も休めないでどんどん走って帰りました。しかし道がずいぶん遠いので、お家へ着いた時にはもうすっかり暗くなっていました。自分のお家の窓からはランプの明かりと炉の焚き火とが赤く黄色く見えていました。ちょうどさっき丘の上から見た時と同じようにきれいに輝いていました。男の子は戸を開けて入りました。お母さんは立ってきて頬ずりをして迎えました。小さな妹もよちよちかけてきました。お父さんは炉のそばに座ったままニコニコしていました。お母さんは、どこへ行っていたの、面白かったと聞きました。ええ、ずいぶん愉快でしたよと男の子は嬉しそうに言いました。何かいいことを覚えてきたかいとお父さんは聞きました。私は自分たち
ちのこのお家にも金の窓がついているということを教わってきました。と男の子は答えました。